こんにちは、速稼塾の久保です。今 OCBC 銀行の建屋の前にいるんですけども、駐車場が見てください。日本車ばっかりですよ。これがホンダで、トヨタね、向こうもトヨタで、日本車ばっかりで、しかもインドネシアの関税率はなんとね 100%、オートローン、車のローンは 30%。 でも日本と同じぐらい車が溢れてて、もう街は渋滞です。どうですかね皆さん、インドネシアの景気想像できます？関税が 100%、お国が 100% 持ってくる。350万の車は700万で、ローンで買うと金利が 30% みたいなね。日本のオートローンの金利って 3% とか 2% とかその辺だと思うんですけども、そう考えてもこの国のねモチベーションかなりあるんではないかなっていうふうに考えるんですけども、皆さんいかがでしょうか。トヨタ、あれもトヨタ、あれはダイハツね、みんなピカピカの新車、もちろん中古車もありますけどね。それからバイクがむちゃくちゃ多い。渋滞がすごい。渋滞が多いということは、渋滞を解消するためにこれからバスや鉄道がつくってことなんですよ。じゃあバスや鉄道に投資しようかなって思うじゃないですか。思いませんか？それでは本日は以上です。